エンハイペンがママアワーズ以下ママで3年連続本賞を受賞しました。エンハイペン、ジュンゴン、ヒーズアング、ジェイ、ジェイク、サングーン、スノー、ニー・ケイアイは11月28日東京ドームで開催された2023ママで本賞であるワールドワイドファンスチョイスを受賞しました。ワールドワイドファンスチョイス は全世界のファンの投票で受賞者が決定される部門で、エンハイペンは3年連続でこの賞を受賞しており、グローバルファンの熱烈な人気を証明しました。エンハイペンは、エンゲネ、エンハイペンのファンダム名の投票で受賞することができる、ワールドワイドファンスチョイスを受賞できて、本当にありがたい。最近、オランジェブラッドをリリースしたので、たくさん聴いてほしい。 エンゲネの皆さんがくださった賞だけに、パフォーマンスで恩返ししたい、と受賞の感想を伝えました。エンハイペンはダンサー40人と共にした、メガクルー、パフォーマンスで壮大なステージを披露し、受賞コメントの約束を守りました。白いベールが剥がれ椅子に座ったメンバーたちが雄大な雰囲気の中で登場し、拡張現実、AR で具現化された超大型シャンデリアが舞台に華やかさを加えました。 彼らは、バイト・ミーと、スイート・ベナムの曲に合わせて洗練された群舞を踊り、ダンスブレイクではソロとユニット、グループの振り付けで構成されたパワフルなダンスで、パフォーマンスイコールエンハイペンの就職後にふさわしい姿を見せました。一方、17日に発売されたフィフスミニアルバム、オランジェ・ブラッドはハントチャート集計基準で発売発週、11月17日から23日。 の間に187万1、269枚売れ、円配店の初動、発売後1週間アルバム販売数量、自身最高記録を更新。さらに、アメリカのメインアルバムチャート、ビルボード200で4位を記録し、ワールドアルバム、1位トップアルバムセールス、トップカレントアルバムセールス、それぞれ2位テイストメーカーアルバム、6位を占めるなど、 計5つのアルバムチャート最上位権に名を連ねました。